イパンを落としてしまって。お目覚めになられたならお顔を洗ってきたらいかがでしょう。すぐに朝食の支度ができますからね。冷蔵庫の中に何もありませんでしたので貼り合わせです。スクランブルエッグにトースト、キャベツがあったのでロールにしてみました。もうちょっと待ってくださいね。はい、何でしょうか。はい、お料理をしています。はい、そうですね。お味はと、デリシャスですわ。はい、何でしょうか。はい、すいません、今ちょうど油物なので聞き取りにくいのですが、もうちょっと待ってくださいね。よしっと。はーい、何でしょうか。なぜ料理を。おいしいものを食べたいからですわ。できましたー。お料理です。小次郎様に食べていただく。早くお顔をお笑いになってきてください。朝食ですよ。私はテーブルの上を片付けておきます。はい。ああ、そういえば忘れていましたわ。小次郎様のエッチ。これでよろしいでしょうか。ちょっと袖口が長かったので折り曲げています。お片付けをしているときに大体。さあ、早く食べないと冷めてしまいます。何でしょうか。はい、何でしょう。はい、ええ、私は昨日圧巻から小次郎様に助けていただいたものです。
味しそうに食べていただいて、牛さんやお野菜さんたちも神のもとで満足だと思います。ありがとうございます。いつもお料理をしてるもので。はい、お仕事ですから。珍しそうに見られてしまうことが多いです。この国では瞳の色が違うのはそんなに珍しいんでしょうか。お口がお休みしています。さあさあ、たーんと召し上がれ。プリンとやらではありません。プリンです。ありませんか。はい、ありがとうございます。バラエティ豊かでした。少々古くても火を通しさえすればまだ十分に食べられます。食べられないのはかわいそうですが捨てさせていただきました。今なんておっしゃいましたか。その前です。すぐに吐き出してください。その食べ物の中には毒が持ってあります。これで大丈夫です。小次郎様、後始末はしておきました。とんでもありません。小次郎様をお助けするために、その悪魔から。はい、豚のマシン、これを体内に入れては死んでしまいます。はい、彼らは悪魔の使徒であり、そのものなのです。申し訳ありませんでした。はい、ありがとうございます。小次郎様、ここへご厄介になることは。それはそうですが、児童福祉法？はあ、私これでも18です。はい、お願いです。何でもします。ですから、そんな、くすだって、私行くところがないんです。本当な
暗いところを迷って怖い人たちに絡まれてものすごく恐ろしくて、助けてくれて本当に嬉しかったんです。裸も見られて、私どうすればこれから。理由があって、お願いです、何でもします。いません。はい、はい、一応は。サーファーギャルってどういう意味でしょうか。日焼けじゃないんですよ、地の色です。小次郎様、私家事には自信があるんです。でしたら小次郎様、私のことを小次郎様が雇っていただけませんか。はい、私もタダで置いていただくのは心苦しいですが、働かせていただければ。その方が小次郎様自身も納得されるのではありませんか。はい、何でしょう。はい、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 何でもやらせていただきます。はい、じゃあお食事の後片付けをしちゃいますね。開いてるんだもん。あのね、なんでそうなるんだよ。また露骨に嫌そうな顔をする。まあまあ、そう言わずにさ。あの、小次郎様、生ゴミはどちらの袋へ入れればよろしいのですか。ダメです、ちゃんと仕分けをなさらないと。ちょっと小次郎、誰なのこの子。はい、私プリンと申しまして、今日から小次郎様の身の回りのお世話をさせていただく。小次郎様、身の回りの世話。はい。ちょっと、これが黙ってられる。彼女は誰で、どういう人で、なぜ小次郎のことを様付けで呼ぶのか、なぜ小次郎の服を着てたりするのか、なぜゴミの仕分けをするのか、その辺を説明してよ。なんだよそれ。で、説明。ま、明日の週刊誌の見出しは決まりだね。ルンペン探偵、養生拉致監禁。誰がって。小次郎様、昨日一緒にお風呂に入った時の着替えはどこに。言い訳になってないんだけど。お風呂に一緒に入ったんでしょ。で、何が誤解なわけ。小次郎ってさ、
もっと大人の女性が好みだと思ってたけどな。本当なの？あ、止めた。まあいいよ、小次郎が幼女と関係しようと。僕はその辺のご出席者じゃないからね。とりあえず保留にしといてあげる。そうだよね、一緒にお風呂に入るだけでしょ。少しは罪悪感に苛まれればいいのに。別に。で、そうそう、例の件はどうなった？あ、お茶を濁してる。だって僕が一応紹介したんだからね。葛城事務所の所長さん、小次郎のこと知りたがってたな。そう来なくちゃ。で、どうなのさ。全然いい方向に進んでる？ちょっと、マジに捜査してよね。じゃあ、今のとこ手がかりはなし？ちょっとくらいは何かあるんでしょ？泥棒が取ってったんじゃないんだ。誰が？でも葛城さんとことは方針が違うんだね。電車？ああ、彼ね。そうなんだ、小次郎と葛城さんが同意見ってことは結構その線が濃厚と。まあまあ、細かな取材が特ダネをものにするコツさ。ま、ざっとこんなとこか。じゃあとりあえず50プラスのプレゼントってとこでどう？50にプレゼントってこと。え？知ってたの？ちょっと感激。ちょっと、値段とは言わないけどね、せめて愛を感じるプレゼントちょうだいよ。何？その他には？違うよ、捜査の方。やっぱり現場？こうさん、小次郎、小次郎。だってぼーっと空中を睨んでるんだもん。コウさん、何かあるの？何？え？それは取材でたまたま一緒になってさ。ねえねえ、そんなことよりさ、今回の件に関する最大の焦点は何だと思う？まあね、もしかしたら何か協力できるかもしれないしさ、やっぱり50がかかってるし。あ、そうだ、お電話借りるね。何するんだよ。なんて罰当たりな。ちょっと、謝ってください。もう、何なんだよ、あの子。電話をかけに行ったら急に怒り出して人をポカポカと。許しません。もう僕帰るよ。女性が
くすのはもう古い習慣です。今はもっと進歩的なんです。さっきの女性、ごめんなさい。はい、すみません。わからない方に言うことではありませんでした。はい、ありがとうございます。はい、方角ですか。はい、向かって左の角になります。じゃあ、お洗濯の続きをしてしまいますね。すっごく溜まってましたから。小次郎。それはこっちのセリフだ。高さんに会いに来ただけだ。今は不在だったがな。再び重要な手がかりを発見したんでな。それを彼に報告しに来たんだ。貴様こそ全然手がかりがないようじゃないかね。ふん、後で吠え面かくね。どうかなさったの？気分でも優れないのかしら。下を向いて、アリの行列よりももっと別のことに心を奪われていたようだけど。あ、小次郎さん。はい、お待ちしていました。今大体の下調べをしていたところなんです。はい、確かイスラムの文様絵画ということでしたね。でしたら目的の本は一冊に限定されそうです。はい、どうぞこちらへ。どうぞこちらです。学術本の類はみんなこんな感じですよ。ちょっと埃が積もってますね。あ、ごめんなさい。何せ奥の本棚から引っ張り出したものですから。とんでもありません。これもお仕事ですから。小次郎さんは古美術に興味がおありなんですか？そうですよね、私ったらおバカさん。どんなところに興味がおありなんですか？その古美術のどんなところに興味がおありなのかなって。まあ、美術関係の方ですか？そうですか。そうですか。
ごく感激です。私も常々そう思いを馳せているんです。現代美術というのは純然たる芸術評論になってしまって、どうも私にはのめり込めないんですよね。はい、歴史を感じて、当時の文化を感じて、人々の生活を感じることができます。そして歴史という時間の中ではちっぽけな存在に過ぎない自分に気づいた時に感動が生まれてくるんです。はい、多分小次郎さんの目的の絵画はここにあると思います。小次郎さんのお探しの美術品は見せてください。典型的な文様絵画ですね。でも吸い込まれそうです。絵画の右側に置かれているのは、は、小さな文様絵画ですね。拝見します。作者は生年月日不詳のラストマ・グルリタ・ラシャール教で、いえ、ちょっと変なものですから。いえ、そういうことではなく、とにかく調べてみましょう。はい、ええ、何でしょうか。あ、ディレクターですね。日本風に言えば校長先生です。まあ言い方なんかはいろいろありますからね。よくご存知ですね。そうだったんですか。確かディレクターはご旅行で1週間ほど休暇を取られています。そっか、やっぱり。いえ、この本を調べていてもダメということに気づきました。ちょっと待っていてくださいね。すぐに戻ってきます。お待たせしました。こちらの本だったら載ってると思います。ちょっと待ってくださいね。ラシャール、ラシャールっと、確か例のところにあると。あった。やっぱりそうだね。この作者の絵画はですね、はっきり言いまして芸術的価値は低いみたいです。ですがそれに付随するプライオリティがありますね。芸術的価値は低いですが、別の意味での価値は高くなっています。はい、オカルト方面ですね。私、神秘的なこととか超常現象とかに興味があって、だからなんとなく覚えていたんですね。いわくつきの作者みたいです。はい、彼の生み出した絵画には常に流血が伴い、絵画に携わった者は例外なく原因不明の事故、ないしは殺人、行方不明に見舞われ、すでに犠牲者は数十人に上っている。すごいですね。私もここまでは知りませんでした。そうですね、呪術説が根強いみたいです。そういう意味で一部のオカルトマニアの間ではプレミアがついているみたいですね。この本によればオカルトマニアの間ではそれなりの価値を見出されているようです。
どうもオカルト方面の資料になりますね。でもそう驚くことはないんですよ。古美術にはそうした逸話の一つや二つ大抵ありますから。ええ、例えば有名どころではツタンカーメンの呪いとか、王墓の発掘に参加したスタッフはリーダーのカナボーンを筆頭に次々と原因不明の死を迎えた。まあ学者さんたちは一律してそうおっしゃいますね。でも神秘主義者やオカルトマニアなどは呪術説を信じているようです。かくいう私も結構信じてたりします。あら、そんな科学では解明しきれないことなんてまだまだたくさんあるんですよ。ちょっと待ってくださいね。作者自身のコメントもあります。我に触れし者よ、その罪は深く、新人によって地獄の豪華に焼かれる。さあ、この文献によると作者が絶命寸前に自分の作品の裏に血で書き殴ったそうです。自分で自分の首を大きな刃物で切ったそうです。とうとう作者自ら死んでしまったわけですね。はい、我に触れし者よ、その罪は深く、新人によって地獄の豪華に焼かれる。はい、どういう意味でしょうか。警告文みたいですね。はい、わかりません。いえ、この程度しかお手伝いできなくて。そんな古美術に興味を持った方がいて嬉しかったです。はい、小次郎さん、私の左手、薬指を見てください。ごめんなさい、でもとっても楽しかったです。でもそのお気持ちは嬉しいです。食堂がキャフェテリア方式になっていますけど、あそこは一般に公開されていませんから、一般の方がご利用できるのはこことあとプール施設くらいですね。はい、一応関係者のみに配布されるチケットが必要ですけど。あ、そうだ、はい、プールのチケットです。一緒にお食事できなかったお詫びと言ってはなんですが、とっても広くて綺麗なプールですよ。一度ご利用になってください。はい、もちろんです。はい、またご利用してください。あ、ごめんなさい。あ、変質者、今度は何、裏若き女生徒をどこかに立てるかね。確かディレクターの知人という話ね。待つの？あまりうろうろとしないことね。変質者に間違われるわよ。
います？それともお風呂？今お洗濯をしているところです。何か他に？ですが、はい、数日はお許しが出ました。残念ね。今は不在みたいよ。ほいほいほい。どなた様でしょうか。俺だ様で。ほほほほ。じゃあ明日はよう。Thank you.
どうもお久しぶり、でもありませんな。昨日の今日ですから。どうぞどうぞ、自分の家だと思って。ああ、テーブルの上に寝そべらないでください。今日はどういったご用件でしょうか。恐れ入ります。はい、学校の方へ少し。仕事ではなく知人に会いに。お会いできなかったのが残念ですね。お聞かせ願いますか。どんなことでしょうか。ラシャール教のことですね。彼が何か。そうですね、だいたい一世紀ほど前ですかな。ああ、よくご存知で。ああ、なるほど。お調べになったんですね。あまり捜査に必要がないと思ったものでして。さようで、申し訳ありませんでした。どうぞ、そのままにしてありますが、人の出入りが激しいもので、完全な保存には程遠く。では、私は席を外しましょうか。別室に待機していましょう。存分に調査してください。何をやっている。二階堂だ。貴様、何をこそこそと泥棒みたいな真似を。貴様は。申し訳ございません。二階堂さんがどうしてもと言われるもので。コウさん、まだこんな奴に依頼をしていたのですか。私としましては、あらゆる布石を惜しまないということで。しかしですね、何をやってるんだ小次郎。どうかされましたか。おい、僕を無視するな。何でございましょう。拝見します。さらに奥を探られよ。これが何か。嘘をつくな。あそこには白紙のメモ用紙が入っているだけで、おととい僕が念入りに。
私はこのようなものを書いた記憶はございませんが、私の知人ですか？かもしれませんね。さあ、おい小次郎、一体それが何だっていうんだ？単なるメモじゃないか。僕は気にならない。何を？おい小次郎、戸棚を調べたならちゃんと元通りにしておけ。おい、ペンが挟まっているじゃないか。入れてあった場所も違うぞ。これでも僕はな、記憶力が抜群。二階堂だ。二階堂と言ったんだが、入れてあった場所が違うって。なんだ、どうした？本当でしょうか、天樹さん。で、紛失した絵画というのは一体どこへ？はい、さようで。だからどうした？ハッタリでなければさっさと絵画のありかを。まあまあ、二階堂さん、ここは一つ天樹さんの考えを聞いてみようじゃありませんか。どうぞ。確かにその通りですが、自己顕示欲の強い物取りでは？言われますと。なるほど。はい、以前そう言われましたな。メモ？ああ、さらに奥を探られよという文章ですな。それが何か？入りましたな。だからどうだって言うんだ。きちんと入れただけじゃないか。つまりどういうことですかな。つまりどういうことですかな。そう、何が言いたいんだ小次郎。さっぱり。どういうことだ。3センチ底が上がってるということは、なるほど。先ほどのメモの意味は。バカな。この中にあるというのか。黙れ。中には何も。
小次郎、何も入ってないじゃないか。二重底に気づいたのは立派だがな、肝心の絵画はどこだ。何を言い出すかと思えば、そこはここだけだ。二重の二重などしたら板の厚さもあるからな、見た目でもすぐにわかるぞ。何ですか、少し期待したのですが。バカめ、ハッタリをかましやがって。肝心の絵画は影も形もないぞ。どうした小次郎、さっきまでの鼻息は。天城さん、お気を落とさずに。どうしたこと、ずいぶんと静かじゃない。どうした？真ん中下？持ってきたぞ。そう。何？本当だ。音がするぞ。中に何か入ってる。絵画です。信じられません。しかし一体なぜ。小次郎、当たり前だ。なぜわかった。ふざけるな。今でも信じられない。そうだったな。なんだと。まさか。もちろんです。それでは側近でお支払いいたしましょう。用意してあります。これを。多少色をつけさせていただきました。ここでお確かめください。ご冗談を。何でしょうか。さあ、それは彼に問いただしてみなければわかりませんが。天城さん、そのあたりは十分料金に反映させていただきましたが、ご配慮感謝いたします。お帰りで。ありがとうございました。
い。また機会がありましたら。待て！気安く呼ぶな。偶然に偶然が重なって見つけ出した割には鼻息荒いじゃないか。だがそのおかげで僕の方も目的を達することができたわけだ。葛城探偵事務所は僕がもらう。Thank you.